今回はケイク2が戦術核レベルの威力のミサイルの開発をしてる話だ。あの国にそんなことができるのかしら？まあ当然というか問題が出てるな。国防予算が減少しているのに増加に見せかけたりといった問題を起こしているようだ。なんだそれ。意味がわからないのもあの国らしいわ。というわけでその辺を話していくぜ。韓国国防部は NK 国の核やミサイルの脅威を相殺するためとしてコメントを発表した。破壊力を増強した様々なミサイルを持続的に戦力化するらしいな。そんなことができるのかしらね。政府の一部ではかつて保持していた戦術核に迫る威力の弾道ミサイルを配備したいらしい。はぁ、なるほど。国防部は2022-2026国防中期計画でより遠く、強く、精密に発射できるミサイル。破壊力が増した地対地、艦隊地などの様々なミサイルを開発すると明示した。ミサイル推しがすごいわね。潜在的脅威に対する抑止力を発揮し、核心標的の打撃能力を向上させたミサイルだそうだ。潜在的ってのが謎ね。K国の本来の仮想敵の NK 国は潜在的ではないと思うんだけど、未だにミサイルを発射しているよな。一体 K 国はどこを敵として考えているのかしら。検討外れがすごいよな。で現在韓国軍は玄武2という弾頭重量 1.5 トンの地対地弾道ミサイルの実戦配備や、それより大きな威力を持つ玄武4という弾頭重量2トンのミサイルの試験発射などをしているようだ。あと500キロ程度の弾頭を搭載できる玄武3も保有している。そんなにミサイル持ってるの？他には艦船から発射する艦隊地ミサイル改正2と、潜水艦から発射する船隊地ミサイル改正3を実戦配備している。意外にも種類はあるのね。韓国のミサイル能力向上に転機が訪れたのは5月21日の韓米首脳会談だ。ここで韓国独自のミサイル指針が終了した。ミサイル指針って何？ミサイル指針とは射程距離800キロ以上の弾道ミサイル開発の禁止を決めた指針だ。それが終了したのね。国防部はその直後の31日に国会国防委員への業務報告に提出した資料で、ミサイル指針の終了に伴い防衛力を強化するとして、韓国軍主導の防衛力をより強化できるよう、戦力体系などを補完し発展させて、空中、海上基盤の宇宙発射からだを運用できる様々なプラットフォームを開発する計画を明らかにした。まあ当然よね。むしろ何もしなかったら何なのって感じ。国防部はミサイル指針の終了直後に戦力体系などを補完し発展させると言及したしな。ミサイルを開発するのはもう決めてたってことか。だから非常に威力が大きいとされる玄武5や新たな艦隊地ミサイルを開発するんじゃないかと推測されたんだ。実際のところはどうなの？弾頭の重量が最大3トンに達する地対地弾道ミサイルがほぼ完成段階に達したらしい。それで今後は数回発射実験の過程を経て、最終的な戦力化の時期を判断するそうだ。実験ねえ。嫌な予感しかしないわ。本当だよな。このミサイルがもし配備されたら戦術核級の威力があるとされているんだ。そんなに威力があるの？敵の堅固な坑道や地下式場破壊できるとしている。ちょっと威力が大きすぎない？国防部はこの日の資料にコメントしているな。これまでの地上の標的中心の攻撃ではなく坑道や建物の破壊が可能で、誤差をテニスコートの大きさから建物の出入り口の面積まで縮小した。だそうだ。よく言っている意味がわからないのだけど、いつものことだろ。そうだったわ。このような開発もあって韓国の国防費は315兆2000億ウォン、日本円にして総額約30兆円となっている。それってどれくらい増えたの？前回の2021-25年の中期計画より14兆5000億ウォン増えているぞ。一応それなりに増えているのね。この計画には米軍主導の韓米連合軍が持つ有事作戦統帥権の韓国軍への移管に関する内容はなかったらしい。意外ね。自らに統帥権が戻ってきたならドヤ顔しそうなものだけど、主にムンジェインが推進した国防改革 2.0 の完成に向けた戦力増強に重点を置いているらしい。ムンジェインねえ、いいイメージは全くないけど。まあその通りだよな。都市別の国防費はこのようになっている。22年に55兆5000億ウォン、23年に59兆3000億、24年に63兆4000億、25年に67兆、26年に70兆になるそうだ。結構な速度で増やすのね。年平均の増加率は 5.8 だな。財源大丈夫なのかしらね。防衛力改善費は106兆7000億ウォン、戦力運営費が208兆5000億ウォンだそうだ。やっぱりかなり多い気がするわね。それが、防衛力改善費については増加に見せかけて減らしていると批判されているんだ。どういうこと？防衛力改善費は国防予算の約32を占める。
用途は F-35 ステルス戦闘機導入や軽空母建造のような軍の戦力増強だ。国防予算から防衛力改善費を引くと戦力運営費が残る形だ。それはわかったわ。それで、なんでこれが批判されてるの？国防部は来年度防衛力改善費が2増となる17兆3360億ウォンだと明らかにした。それが嘘だったってこと？というか、その2はもともと戦力運営費に充てられていたんだよ。え、じゃあ戦力運営費が減った分だけ防衛力改善費が増えたって言ってるだけってこと？そういうことだな。何よそれ。これにはさすがの警告国民も呆れているらしい。まあこれは誰でも呆れるわよね。これに対して、国防部と防衛事業庁はこう説明している。これまで軍需支援に該当していた性能改良補給助整備、誘導弾の寿命延長、戦力化の初期安定化などを防衛力改善項目に移動させた。そして、防衛力改善費に転換した予算の場合、防衛事業法に関連根拠が用意されていると話した。なんだか説明になっていないような気がするんだけど。その通りで、これは項目を移動させて数字を膨らませた詐欺だと言われているんだ。実は2月の段階では国防部、防衛事業庁、各軍本部間の実務会議にて法を改正して移動させようとしていたらしい。え、それどういうこと？つまり、本来は法改正が必要なことだったんだ。うわ、それはヤバすぎない。これには野党国民の力の反議員が正論をぶつけている。過去数十年間、防衛力改善費に含めなかった項目をいきなり移管するのは強引なこじつけと言っている。もうど正論すぎて笑えるわね。実務者が法を改正しなければならないと指摘したにもかかわらず項目を変えて数字を膨らませて発表したのは国民に対する詐欺劇と批判もしている。警告にも正論を言える政治家がいたのね。予算事情に明るい政府関係者は私が知る限りでは政府樹立以来マイナス編成はなかったと話しているらしい。実際、国防予算が減少した1999年度でも防衛力改善費は増額しているんだな。今回のは超異例なのね。なんで国防部はこんなことしたの？国防部としては戦力増強を強調してきた。だから予算が減るとは言えず、項目を移管してごまかそうとしたんだよな。そんなことで詐欺とも取られないことをしたの？本当にひどいわね。ではこれらのニュースに対する意見を見てみよう。ミサイルの増強と予算のごまかしについてね。ほう、自分たちは自衛隊の人に意識地対艦誘導弾の長射程化を批判しておきながら戦術核に匹敵する兵器を開発するのだから呆れる。すでに弾道ミサイルの原部2や原部3を保有しているのに、彼らが NK 国や C 国を攻撃するはずがなく対日攻撃用なんでしょうね。まあそう見えるわよね。仮想敵国を完全に間違えているよな。計画倒れはいつものことですからね。彼らにとっての計画は、実現目標でなく出世、保身のためのハッタリですから。国民に夢物語のようなことを言って根拠のない自画自賛で気持ちよくさせるのが計画なのです。本当、計画だけして失敗してばかりよね。はったりばかりするし、いい加減にしてほしいよな。韓国軍の軍資金にも日本の防衛費は抜かれたんだよな。経済力が東京都だけに匹敵の韓国軍の方が軍事費が大きいのはいかに日本が防衛を軽視しているのかの証明だ。今の周辺環境にのっとって早く GDP 比3以上に上げないと有事に対応ができない。防衛は10年以上かけて育てるもの。その時に対応してもとても対応できない。これは全くその通りね。日本の防衛力はまだまだ足りていないし、これからも増やしていくべきだわ。減った防衛費を2増加したと発表して問題になっている。まあ韓国だから数字の嘘なんて日常茶飯事だと思うが、さすがにマイナスをプラスと言ったら気づかれるだろうな。むしろ欲張れないと思ったな。ほんとそうよね。その辺まで頭が上がらなかったのかしら。今まで減らしたことがないから、減ってはいけないという理屈は理解できませんが、ムン政権としては国防力を弱めたいと考えていたからこうなったのでしょう。今までの期待の対応というか忖度を見ていればわかる話ではありますが。そういえばムン政権はやたらと NK 国に優しかったわね。あれはなかなかひどかったよな。そんなことしても意味ないのにね。軍人の食事は刑務所並みでひどいもの。給料も安いし、負傷しても保障は薄いし年金もスズメの涙程度。よく国のためとなんて言って命を懸けられるよな。国防費を増やしても一部の人たちがぽっけないないだろう。警告の軍人の環境ってそんなひどいの。金を増やしても意味がないよな。そのうち警告の軍人が怒って大変なことになりそうね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。